3、2、1、0。こんにちは。世界一昆布が好きやから昆布やってます店長の松下幸一郎です。今日も皆様の料理の味を劇的に美味しくできるように頑張ってます。応援してください。先日うちの嫁さんがあっちにもこっちにも声がかかって引っ張り出されるので、君って引っ張りだこやねと言おうとして、やっぱりタコやねと言ってしまいました。むっちゃ怒ってました。皆さんも真似しないでください。とても危険です。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。この時期、海鮮丼ぶりに青海山椒の佃煮がぴったり合います。海鮮丼ぶりに青海山椒の佃煮をたっぷりとたっぷりとかけます。あとは食べるだけ。本当に効かります。あなたもしびれる美味しさ味わってみませんか。店長まっちゃん、最近紙が置いてくるってよく言ってます。いっぱい紙がいるもんです。